Spinner。 こんばんは。本日18時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースを素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。現在デイリーブリーフではリスナーの皆様からアンケートを募集しています。皆様のご意見ご感想をもとにさらにビジネスに役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひご協力をお願いします。詳細は概要欄をご確認ください。一つ目のニュースです。おぼ、顧客対応で約35億円の罰金。イギリスの家庭向けエネルギー供給会社オボが、顧客対応の不備により約35億円を超える罰金と賠償金を支払うことが明らかになりました。規制当局は、オボが1395人の顧客に対する苦情、処理に問題があり、対応が遅れたと指摘しました。次のニュースです。プレタ、海外展開で売上約2000億円に。イギリスのサンドイッチチェーン、プレタマンジェが2023年において、海外展開の成功により売上を約2000億円に拡大しました。自社運営店舗とフランチャイズ店舗を合わせた売上は前年比 22% 増加し、同一店舗の売上も 15% 上昇しました。最後のニュースです。ユニバーサル、定額サービスで2028年まで成長を目指す。音楽会社ユニバーサルミュージックグループは、定額制サービスとパートナーシップの拡大により2028年までに高い売上と利益成長を見込んでいます。同社はロンドンで開催された投資家向けイベントで、年平均売上成長率を 7% 以上、定額サービスによる収益を 8% から 10% と予測しました。パンデミック中に急成長したストリーミングサービスですが、近年は成長が鈍化しています。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。次は明日の朝9時に配信いたします。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。また明日の朝にお会いしましょう。